皆様こんにちは、こんばんは、ワニワニです。今回は Z9 の実践編その後としまして、 Q3454 と F4 の望遠レンズたちを使用した単調の作例をたっぷり見ていただこうと思います。都市公園内を散歩しながら、その時系列順に並べていますので、同種の鳥が繰り返し登場いたします。その辺はご理解ください。スライドショー的にご覧いただきますので、ゆっくりとご鑑賞ください。それでは始めたいと思います。最初は手ブレ補正機構のない通称 Q34 こと 300mmF4 のレンズになります。中古価格で5、6万円と比較的手頃に入手できるようになった純正望遠レンズになります。続いては通称54ことフローライト入りの 500mmF4 のレンズになります。こちらはレンズ手ブレ補正機構もついていますので、思いながらも手持ちでの撮影が可能です。
かがでしたでしょうか。旧型で購入価格が5、6万円程度のレンズでも十分野鳥撮影が可能であることが伝われば幸いです。中古品の場合はできれば信頼のおけるカメラ専門店でご購入されることをお勧めします。公園内を散歩しながら見かけた野鳥たちを撮っていくスタイルの単調は気軽に始められるバードウォッチングになります。皆様もぜひカメラを片手に野鳥たちを探してみてください。それでは今回の動画はここまでといたします。次回もまたよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。